本田圭佑は14日に、自身の公式 YouTube チャンネルでラブ配信を行い、次の移籍先が、リトアニアの強クラブである FK スードゥバ・マリアンポレ決定したことを発表した。今シーズンの欧州、カーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、ホンダは、今年2月に加入した、ルバイジャンのネフチバクーで、国内、リ、優勝に貢献した後、契約満了により6月に退、その後はフリーとなっていたが、11日の配信で、席先の決定が近いことを明かしていた。事前、予告通り14日21時半から、ライブ配信を開始した。他は、記者会見場に姿を見せ、背番号、3の赤いユフォームを披露。明らかにされた移籍先は、リ・アニアのスードゥバだった。ホンダは、これま、日本、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オー、トラリア、ブラジル、アゼルバイジャンの8カ国、9クラブでプレー。リトアニアは9カ国目の新店となる。スードゥバは、リトアニア国内、リ・で2017年、2018年、2019年と、3連覇を達成している、強豪クラブ。2020、ズンは2位に終わったが、今季は現時点で首に立っている。両、